伊藤隆弘は神奈川県大和市出身の元プロ野球選手。実刑は元東北楽天ゴールデンイーグルスの伊藤良大。上和田省では大和春球団で野球を始め、上和田中ではボーイズリーグ横浜瀬谷に所属。高校は岩手県の森岡大付高に進学し、1年夏からベンチ入り。2年夏の甲子園では2番一塁一種として出場。 三年春の岩手県大会では、菊池武生のいる、花巻東高と準決勝で対戦し、8回に、安打と高騰するもチームは3から1で敗退。しかし3位決定戦に勝利し、東北大会に出場すると当時でありながら4番で、529という高打率でチームを優勝に、導いた。三年夏は準決勝で、森岡120の1で敗れ、決勝で、 菊地へのリベンジとはならなかった。2009年10月29日に行われたドラフト会議で、広島東洋カープが当主として5位指名し、交渉権を獲得。広島には、中学時代と高校の修学旅行で訪れており、一度目は歴史の詰まった街と好印象を抱いていた。また2度目の高校時の修学旅行の際には、最後の広島市民球場を訪れて、 プロの球場とプロへの憧れに思いを馳せていた。指名された際には、同学年で1位指名の今村岳、2位指名の道林翔太の二人、東北のライバルだった菊池岳星、下沖祐気には負けたくないと、ライバルとして位置づけ、今後のプロ生活で切磋琢磨していくことを誓った。また、この年の目玉として六球団が指名競合した菊池岳星とは、 メールでやりとりする友人であり、指名直後に送られてきた66通のメールの中に、お互いプロで頑張ろう。とする彼のメールが送られていた。また、女で一つで4人の子供を育ててくれた母には、本当に、今までありがとう。これからも頑張ります。とお礼の言葉を、その日も横浜市内で午後9時過ぎまで働いているため、メールで報告をした。 11月8日に広島と仮契約した。契約についての質問では、主に量についての話題中心で、金銭面には評価してもらったものがすべて出て、満足としていた。2010年8月31日の対中日戦で、初登板を果たし、1回を無失点に抑え、自己最速の時速1 4 4トルを記録した。2011年以降一軍登板がなく、 2013年10月1日に球団から戦力外通告を受けた。2016年より兄の伊藤良大が所属する楽天球団の楽天イーグルスアカデミージュニアコーチに就任することが発表された。2017年からは球団広報を務める。投手としては筋性の取れた筋肉質な体格を持つ。柔らかいフォームで マックス時速1 4 4トルのストレートは、プロでは、球位不足ながらも、角度とキレがある。また時折、サイドスローも絡めて投げてくるほか、変化球も、カーブ、スライダーなどを緩急自在に駆使する。コントロールよくまとめる投球術も兼ね備えている。大型左腕としてだけでなく、高校通算12本塁打の打撃面も評価され、半身、 日本ハム、中日などのスカウトからも注目されていた。兄の伊藤良大は2014年のプロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに7巡目で指名された。ありがとうございます。